はい、おはようございます。達郎です。今回はメンズのセンターパートのショートスタイルのスタイリング動画をやっていきたいと思います。メンズのお客さんとかセンターパート未だに人気すごい高いんですけど、やっぱりどうしてもどうやってスタイリングしていいのかわからないっていう方が結構いるので、今回はそれを動画にしていきたいと思います。めちゃめちゃ簡単です。準備するのはスタイリング剤、霧吹き、あとできればコームがあれば最高です。これを使ってやっていきたいと思います。あとドライヤーですね。で、最初寝癖がついてる場合は最初寝癖取りましょう。僕の場合今日はついてないんですけど、ちょっと取ってきて、で寝癖を取る時も表面だけじゃなくてしっかりこう内側にも取っていきましょう。でコーミングしてあげる。でこっからスタートですね。で最初からセンターで上げるんじゃなくて、最初は後ろから前に乾かします。でこの時も根元をしっかり乾かして8割ぐらい乾けば OK です。で残りの2割をスタイリングしながら乾かします。で8割乾いたら1回オールバックにします。オールバックにして自然な分け目で分けます。これだけでも結構形になるんですけど、ここから残りの2割を乾かしていきたいと思います。センターパートのポイントなんですけど、前髪のこの内側のここですね、ここに熱を斜めから当てて、ここを立ち上げてあげるんですよ。ここを立ち上げて、ここをシュッと押さえて、ここを立ち上げて、ここを押さえながら立ち上げてあげるんですよ。ここを押さえないであげちゃうとこっちに流れちゃうんで、ここを押さえて、ここを押さえて、ここに風を送ってあげる。この時は弱風がいいですね。ちょっとやってみます。ここも押さえて、でちょっと冷ますとしっかりと跡がつきます。こんな感じですね。あとはポイントとしては、後頭部が潰れてしまうとスタイリング的に結構ダサいので、後頭部を持ち上げるようにしてそこに風を当てます。でここをふわっとさせてあげます。そうすると完璧です。で今もうほぼほぼ乾いた状態、ちょっと湿ってるぐらいですね。ほぼほぼ乾いた状態でドライ終わったんですけど、ここからスタイリング剤つけます。今回使ってるのはピースの、プロデザインシリーズウェットオイルワックスっていうやつですね。これはグリースみたいな感じで、ワックスと違ってちょっとウェット感があって、なおかつホールド力がありますね。このくらいですね、スタイリング。センターパートの時は結構少なめでいいです。もし少ないなって感じたら後から2回目足してあげる方がいいですね。で後ろからつけます。後ろつけて、横つけて、で前髪つける時はこうつけます。あとは整えて完成です。はい、完成しました。こんな感じでどうですかね。はい、センターパートも一回スタイリングさえ覚えてしまえばめちゃめちゃ簡単なので、ぜひこの動画を参考にやってみてください。ありがとうございました。